第142号解剖艦は、日本海軍の第2号型解剖艦。太平洋戦争終戦後に収益し、復員輸送に従事した。建造中春高度60%で終戦。引上げ用の特別輸送艦として、GHQ の許可を得た上で工事を続行。1946年4月7日春工。直ちに呉に開港復員輸送に従事し、 上海へ向け出港。博多に帰還すると、その後博多と殺島を合復、殺島から大湖、大湖から殺島経由で、博多港への福音任務をこなした。11月植区、艦長が川本昇に交代。12月まで博多と殺島を3往復した。12月10日、特別保管艦となり、佐世保に経流。 1947年7月29日初桜、霧、幾野、解剖艦第52号、第78号、第79号、第221号と共に賠償艦として、ナホトカにてソ連に引き渡し。ソ連では、護衛艦を意味する EK の略号を与えられ、EK-38 の艦名で、太平洋艦隊に編入された。10月に、ウラジオストクに開港。 1948年7月5日、標的栄光艦 TSL-38。1949年6月17日通報艦アルダーラ。1952年旅順の第102船舶修理工場において SKR-49 と機雷不節艦ビリとと共に通報艦に改造、並走を搭載し、警備艦 SKR-48 となった。 ソ連に引き渡された日本艦の内まともに再武装されたのはこの3隻のみだった。SKR-48 はマーク223インチ単装艦射砲2機、エリコン 20mm 単装機銃を4機とネプチューン、型レーダーとフェーカル M 型識別装置を装備した。SKR-48 は1954年11月17日旅順基地。 1> 第115解剖旅団に配属。SKR-48、SKR-49、ビルイの3隻は1955年2月11日に、旅順において中国人民解放海軍に譲渡された。3隻は、兵装や一部船用機器を除いて、無償で引き渡された。中国人民解放軍に引き渡された、SKR-48 は、 護衛艦48号と名付けられ、1950年代初頭旅順基地で数少ない主力艦艇の一席であった。1955年9月には、両島半島で護衛艦49号などの下北軍、区海軍の艦艇とともに、対上陸作戦演習に参加した。1961年には、船番219が付与され、北海艦隊護衛艦第7中隊を編成した。 航海改善を描いた1962年の映画、交互風雲では、護衛艦49号や護衛艦50号と共に撮影に使用され、新国海軍の戦艦庭園や日本海軍の巡洋艦吉野を演じた。護衛艦48号は1970年代末に退役し、 1980年代以末に標的艦として YJ-8 ミサイルの射撃目標として使用され解募した。佐々木正勝福音事務官、艦長1946年4月から1946年11月、川本昇福音事務官、艦長1947年11月から1947年12月、この数字は特殊兵を含まない。 本来の感銘表記は第142公開防艦。ありがとうございます。